白目大魔王を残すところ2体となりました。試練の9番勝負を残すところは残り2体。終盤3強のうちの3体目。増えすぎたナイトリッチやデンタザウルスをも飲み込むほどの強さを持つエルギオスですね。もう狙ったかのように氷属性使いやがってよ。もうここまで来たらね、鬼コンボを強いきたいと思います。終盤3強に対して今のところ勝ててすらないんだ。勇者のね、勇者が勝ってくれてるけど、いや正直さ、毎回つばぜり合いしてるから時々勝ってほしいんだよな。今のところお前デスタムーアにしか勝ててないから。デスタムーアより強いやつってのは証明されたんだけどね。いい BGM だ、決戦の時。ただエルギオスっていうのは何が問題かっていうと、終盤3強に数えられる理由としてマダンテとか打天使の怒りの高火力と、まあ白目だからいいんですけど、怪しい瞳、天使の断りに行動不能があります。はい。どういうことなのかっていうと、今回の収録はまだ止まってない自覚があるね。 OK、 いいよ。何も良くないね、何も良くないじゃん。おいうおさあ、問題はこの怪しい瞳なんだよな。頼むよ、鬼子も頼むよ。そうは寝ないはずなんだかな。ダメージ結構食らうな。ダメージ、オッケー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 、大丈夫だ大丈夫だ大丈夫だ。まだ終わったわけない、まだ終わったわけじゃないね。怪しい瞳で寝たらもうね、今まであれやったけど、ああ、そうなんだよね、デンターザウルスが増えすぎたせいでね、エルギオス効率化になったんですよ。いた、え、あれ、こんな強かったっけ、え、こんな強かったの、え、絶対エイドはさ、よし、ここで返していく。熱いね、いいよ、熱いよ、熱い熱い、 OK、 いいよ。赤目になると絶対レイドっていう技に進化して強くなるんですけど、おかしいな、こんなにくるの、復興エルフキで。このターンは一定発火、うん、OKOKOK、 まあまあ OK かな。ちょっと待って、次のターンさ、次のターンはフルワタなんですよ。で、マダンテが打天使の怒り、さすがに1300でしょ、さすがに1300あるんですよ。で、今ピロリ2回ですね。これはちょっと待とう、ここ待とう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 、1300なんだよ、耐えないわけで、さすがに大丈夫だと思うんだけどな。え、あれ、おっと、相手の攻撃、まあさすがにね、大丈夫ですよ。1300待ってばね、暗黒呪文でしょ、大丈夫でしょ。瀕死。よく耐えた。どうする、これね、勝ち筋5ターン目凍てつく波動でしょ。んで、実は SP はもう確定してるんですよ。これだ、これです。 SP はもうこの10局ね、これしかなかったんですよ。先手いてつく、先手いてつく、だって鬼コンボの素早さいくつだと思ったら、そう、先手いてつくで、おお、え、あ、鬼コンボ、お前今、お前今ね、試されてるよ。いけ、頼む、いけ、連続ウルトラスタンプ1回目、いけ、連続ウルトラスタンプ、もう1回出れば勝ちだ。正解、ウルトラスタンプ、いけよ、いけよ、いけよ、わー、よし、危ない。すっげえ外したじゃん。よく勝っ、え、あれ、エルギオスに勝った、マダンテをよく気合で耐えたなぁ。1100で抑えたのはすごいわ。正直なとこ言うと、ゾーマが1000、ゾーマのメラゾーマとか、そういうの食らってるあたり、耐えないと思ってたんすよ。オッケー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 。よくいけたね。すげえじゃん、鬼コンボ。テストモードだけじゃなく、終盤3強を抑えたらって。エルギオスの、多分ね、エルギオスの素早さが早かったからよかったけどさ、高校手つくされてたらもうどうなってたか分かってる、負けだったんだよお前。試練の9番勝負、最後の白目です。
正直エルギオスを突破してくれるとはマジで思わなかったっすね。白目はね、有名な裏ボスがいるじゃないですか。あのミルドラース、オリコンボを超えるミルドラースが恐れた存在。まあ大体の作品によく出てくるんですけど、こいつ裏ボスだよね。もう毎回裏ボスとして出てくるよな、お前。エスタークか。お互い攻撃力の高そうな者同士、仲良くしたいと思います。エスタークって攻撃力高いイメージ、あれね、俺ないけどね、まあ。さ、鬼コンボもね、お互いエスタークも鬼コンボもタクトに出てきてるんですけど、そんなに攻撃力高くないよね、お互い。まあ、圧倒的に違うのはね、リーダースキルの違いかな。白目エスタークは、なんだろう、技のパターン、相手の技のパターンとして、ぬるい行動もそこそこあります。で、HP は5100っていうね、超低 HP なんですよ、白目大魔王の彼は。なんで、ただち、まあ全ての耐性が高いかな。まあなんでね、会心このウルトラスタンプで会心をポンポン出せれば、とっととね、ダメ、もう、とどめ圏内持っていけると思います。ああ、うわ、かったな、こいつ、なんだこいつそう、硬いんだ。マジで硬いね。白目エスタってね、本当に硬いの。雷呪文と爆発ブレスぐらいじゃないと効かないんじゃないかな。メソクラ、オッケー。このターンかわしていく。まずはね、このターンを、まずはこのターンをうまいことかわしたね。そう、この瞑想とか、凍てつく波動とかで、意外と攻撃してない。こいつは。行動パターン見るとわかるんだけど、あんまりね、こいつ攻撃ないんですよ。ただ、一撃一撃がやばい。瞑想の後、どんぐらい食らうかな。ルビスした方がよかったか。いや、さすがに早計だよなって思ったけど。さあ、ちょっと回心欲しいね。ほら、まあ、外しよりは。大丈夫。いいよ。しっかりやってば。大丈夫。しっかりやってば、そもそもね、とどめボーダーには乗るんだよ。で、5ターン目までちゃんと耐えることができれば、エスタークに5ターン目でつくはないんですよ。瞑想から冷たくか外撃。まあ、まだ大丈夫でしょ。うわぁ！ちょっと待ってな。いくらなんでも食らいすぎでは。まあ、ここは攻撃しない。大丈夫。オッケー。まあ。ここは攻撃しないんですよ、エスタークって。まあ、大丈夫。ここ攻撃しないから大丈夫。おかしい。まだだ。大丈夫。次ね。次のターンは、今、瞑想したじゃないですか。やばいなと思ってるんですよ。ただし、次のターン、凍てつく波動を使って、瞑想を無駄にする。または、仮に攻撃だとしても、ドルモアです。ドルモアです。次、あったとして。あったとしてもドルモアなんですよ。ドルモアを鬼コンボが耐えないわけないじゃないですか。だって、鬼コンボは暗黒耐性とありますもん。はい、無駄にした。オッケー！これはね、多分勝ったかな？見えました。勝ち筋。もうこれは一択で勝てます。多分。やっぱぬるいな、お前。白目エスタってやっぱぬるい時はすげえぬるいのよ。オッケー！すばらしい！来たー！これは完璧！うん、大丈夫。勝てる。よーし！ダメ押し出した！これで勝ちです。まあ、ここまでしなくてもいいような気がしますけど、まあ、しときましょう。で、さすがにさ、1300削れるわけないじゃん。瞑想切れてるんですよ。いや、瞑想切れてたんですよ。もう瞑想切れてるよ。お前、自分のテンション分かってる。ゼロなんだよ。うわんお、よく耐えたな。割と耐えたな。あ、割と耐えたじゃん。よかった。連続、ウルトラスタンプよし。お、すごい。え、ここに来て待って。鬼コンボ連勝してんの？やばい。鬼コンボ連勝してる。なんか、俺は今夢を見てる気がする。いでよ最もエスタークを恐れた男、ミルドラース行くぜ、あの時の恨み晴らしてくれる。もうデブと赤いデブと赤い帝王なんだよな。完全にギョフってんだよな、それ。よ、すごーい！鬼コボここに来て、練習をしてる。さあ、ダークドレーンと勝負だっていう、なるんですけど、おかしい。エルギオスやエスタークがあんな合体モンスターに敗れるなど、あってはならぬのだがなぁ、と。
もうどれもお怒りですよね。だってシドウやゾーマって実は僕4回負けてんすよ。シドウやゾーマに対して僕4回負けてんすよ。でも他のやつ大体2回で終わったじゃないですか。バトマス出なかったじゃないですか、後半。前半シドウやゾーマではバトマスでね、なんとかしてたけど、ドリアムクラッシュは、あれ俺ら後半夫人弱すぎないってなってるんですよ。納得いかないんですよ。見てください。ほら、ここまでのことしろべ。佐野の地図に挑戦してもらうぞ。まだやんのかよって。そんなこれ以上何をしろと言うなら、そうだ、エロ同人みたいに君のやった力を信じてございます。もうここからどうすんだよね。ねえ、今まで調べでもさ、ギリギリの戦いばっかりあったじゃん。どうすんの本当に。数々の実況者が、実は支援の9番勝負をやって、灼熱マリやってる人は、7割方ぐらいです。なぜかって言いますと、難易度が上がるからですね、単純に。赤目となって、すべての攻撃能力が増強され、2回攻撃が追加され、HP も高くなり、疾走に追い込めば十分な理由だ。そして出てきました。新大魔王に挑む、合体ボス。もう何を考えてんだよ。ねえ、心臓馬に昔さ、グレートドラキーで挑んだ時に何回かかったと思ってんの。それをたった1回で、いけるのか。でも後半どんどん知り上がってきた。なんかお前、ちょっとアップデートしてる？アップデートしてる気がしてきたんだよね、お前。だからワンチャンあるかもしれん。始まりました。灼熱の10連戦。今までの大魔王の全ての赤目が出てきます。何が怖いかって、もう竜王の時点で実は引きちぎりは2回行動なんですよね。大魔王の攻撃に2回行動が踏まれたことによって、まあ相対的にね、単純に食らうダメージが増えています。あ、おたけびだ！オッケーオッケーオッケー。まあここはさすがに昼間と思うんやけどさ。オッケー！俺？俺今度アップデートしね、なんか。なんかさ、あれ鬼コンボなんかね、ね、この鬼コンボ最強伝説。ダウングレード。ね、今までさ、パフパフで止まるだろ、ろくでもないことばっかしとったけどさ、なんか会心ポンポンさっきから出したり、会心ポンポン出したり、状態中止まらなかったらアップデートしてる？でもさっきダウングレード、あ、やばい！すいません！え、どんくらいかんの？うおーい！もう4桁超えんな当たり前だった。もう4桁超えんな当たり前ですからね、ちなみに。ちなみに4桁超えんなもう当たり前です。プラチナキングだとね、1700ぐらい飛んでいくんですかね、確か。ボンファとかね。そうそう。ボンファとかは1700。おぉやった取り返したな取り返した取り返した。今のミスは取り返した。ボンファだったら1700ぐらいからの当たり前なんで。まあ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 。おぉ、まあ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 。どうしよう。でも待って。これさ、今、凍てつ稼働されたんですよ。4ターン目は、マジックバリアをすると確定防御です。ただ、4ターン目は確かに確定防御できる。ただし、凍てつ稼働された今。そう、凍てつ稼働されてしまってる。まだだ、ダメだ。ダメだ。これじゃダメだ。普通ならマジックバリアでいいんだけどね、ここ。あ、まあ、これなら耐えるんじゃないか？素直に耐えれるでしょ？暗黒タンでしょ？さすがに暗黒タンだから大丈夫。800ぐらいじゃないか？なんでね嘘でしょ嘘。戦弱。なんで戦弱も食らってんだよ。頼むよ。頼むよ。どうすればいいの？これって。5ターン目。どうすれば勝てる？これ。いや、これしかなくない？竜王の素早さは、いくつだっけな。でも待って、40！ 竜王の素早さ、だいたい40！ あかん！あかんかも。先手一手つくにかけたい！先手一手つく！避けろ避けろ頑張れ避けろ避ければ、避ければ、ルパーの回にかけなさい！せやろな。せやろな。2% の回避にかけた俺が間違いやったよ。